はい、どうも、ボッ監督です。今日もね、ワールドサッカーコレクション X わさこれをやっていきたいと思います。本日は、何日だ、まあまあいいか。はい、明日のね、今日は今9月29日火曜日です。火曜日のお昼の1時半ですね。メンテナンス予定のお知らせ、明日の、3時から5時にメンテナンスを行いますということで、はい、多分新イベントがまた来るんだと思います。昨日はね、アップした動画なんですけど、ちょっと手違いでね、音声が入ってなくてね、申し訳ありませんでした。今日は多分大丈夫だと思うんで、ね、はい、早速やっていきたいと思います。ですね、FC が出現してるんで、とりあえずこれやっていきたいと思います。1回限りの FC マッチ。誰からいうか、ちょっとね、あんまりわからないんですよね、どれがいいのか。ゴラッソ大阪さんから借りましょうか。まあ LFC だからね、ちょっといいかとね。ちなみにね、あさってはウィーレ2016の試合です。キックオフで試合がスタート。はい、LFC は非常にちょっと弱いチーム。これが決まった、ゴール。はい、ネイマール3トップです。ゴール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 。あんまりすごいな。ゴール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 。なんかわかんないけど光ってました。ここ光ったらなんかあれなのか。きたー。なんかスキル使ったってことで。アフタイムです。でフォーメーションを変えてね、課題を一つクリアしようと思います。適当に352でいきましょうか。この352。こちらね、今。誰だ、プレイサイド。期待の選手、はい、ここで登場。スーパーサーブの選手がいるから選手交代です。こんな感じでカットインが入るんですけど、すごいですね。おっと、決められない。はい、ちょっと背番号4のネイマールって変な感じしますよ。ゴール。これが NBG の選手。もう2年もやってるんですけど、あまり選手って当たらなかったですよね。お、はい、なんかオーバーヘッド気味です。入った、ゴール。選手交代です。スキルめっちゃ使える、使うな。こうやってね、画像じゃないや、試合のここで長い笛ってあまりないんですよね。画面をタップしたらね、スキップされるんで、あまりずっと見てたことがない。よしよし、2個取った。結構ね、なかなか集まらないですね、あの UFC。 もう一回しなきゃ。3つじゃ回せないな、ガチャ。そうそう、プラス選手みたいなのかかってた。どうしよう。あ、ミキサーかけようか、これ。そうだな。あ、無理か。もう期間じゃないんだった。どうしよう。となると、やっぱりね、あまり嫌なんですけど、スペシャルスキルを強化していきましょう。この辺かな。そうですね、彼を強化しましょう。はい、デロッシ、これでとりあえず大丈夫。ちょっとエナジーボール26個しかないんですけど、
ガチャをね回したいと思います。なんかちょっと微妙に熱そうなガチャなんでね、一回行こうかなと思ってね。よし、これ取っとかないとね。ダメだ、取れない。でプラス選手っていうのがこういるんですけど、このプラスっていうのが能力にちょっとこんな感じでねプラスされるっていうお得な選手なんです。このプラス選手を、一箇所に集めとく、集めておいてちょっと補強したいなっていう選手に一気にバシッといくんですけど、はい、プラスがさっき23だったのが25に増えました。はい、こんな感じです。これ誰？いいや、中でも行って、さっきの、ね、上限アップみたいなあったで限界突破コーチ、こういうことでしょ。はい、もうガチャ券取った。よしよし、はい、あ、ダメだ、誰に使おうかという、やっぱりね、良い、今一番能力の僕の選手高いミューラーに、食べさそうと思います。食べさそうっていうのはおかしいですけど。これね、あ、これ違う違う。限界突破コーチ、これだ。はい。これを使うと最大レベルが1個上がるんです。限界を突破するっていう。そっくりそのままのイメージ。線と、フォワードのやつがいっぱいあるから。これでいきましょう。これでだいぶ枠作れましたよ。はい。OK。で、アカデミーのやつ回収しとかないと、明日の、なんか3時までも書いてましたからね。いるわな、これ。よし、とりあえずこんなもんで、それではお待たせしました。ガチャの方行きたいと思います。その熱いガチャっていうのはね、毎日2回挑戦すごい1級ガチャ、NDS これを確率の5倍、チャンピオンズリーグ、CLS4 倍、1日2回、しかもね1個割引なんです。1回4個で回ってます。1日2回だけ引けるすごいガチャ。なんと NDS が5倍、CLS が4倍、星5が2倍、初回はエナジーボール1個割引ということでね、結構どうなのか分かんないですけど、1回だけね聞いてみたいと思います。すごいガチャですからね。それでは早速行きましょう。毎日2回挑戦すごい1級1周ガチャか、1日2回だけ来る星3以上確定のガチャです。毎日初回エナジーボール1個割引、レジェンドカードを手に入れよう、通常時より星5が2倍、チャンピオン、CLS が4倍、 NDS が5倍に確率アップ。さあ回しましょうか。さあここは期待したい。どれがいいんだろう。この黄色の回ってるやつ、あ、このね、あの虹色のボール、あれがね多分レジェンドなんです。なんとかレジェンドが欲しいんでね、いつ回そうか緊張しますね。ここか、全然ダメだ。きたー、イオ、なんかこれ昔持ってたな、イオニタ。残念、コスト15の選手外れてしまいました。大体ね、星5以上じゃないとちょっと外れとは言わないですね。エナジーボール22個に減っちゃいました。26から22個に。あー、もったいないな、でも仕方がない。2回いけますけど、ちょっともったいないんでごめんなさい。1個で、あ、1個とか1回でね。はい、究極のワンチャン、これがダメなんだよな。
ということでね、今日はちょっと短かったですけど、見ていただきまして、皆様ありがとうございました。はい、それじゃあね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。僕監督でした。